プジョー308はフランスの自動車メーカー、プジョーが製造、販売している小型乗用車である。2007年の9月にプジョー307の後継者として発表された。308はモデルナンバーが示す通り307の後継者という位置づけであり、プラットフォームは307からのキャリーオーバーである。2012年5月に1929年に登場した。 プジョー201以来80年以上にわたって続いてきた3桁の数字でモデルチェンジごとに末尾の数字が増えるネーミング手法を変更し以降新興国向け車両の末尾が1でそれ以外は基本的にモデルチェンジをしても末尾は8のままとすることが発表された2013年5月に発表された2代目308はこの新ネーミング法が的エンジンバリエーション 編集エンジンは、ヨーロッパにおいては、BMW と共同開発した1.4リットル、および1.6リットル自然吸気、エンジン、チューンの異なる2種の1.6リットル直噴、ボルグワーナー製のツインスクロール式ターボと、連続可変バルブタイミング機構を備えたと、KKK のオーバーブースト機能を採用した、ツインスクロールターボおよび1.6リットルと2.0リットル、ハディディーゼルエンジンが搭載される。 組み合わされるギアボックスは4段 AT と、プジョー時制の6段 MT であったが、2010年のマイナーチェンジにて4段 AT は、エントリーグレードのスタイルを除き、すべて6段 AT に改められた。ボディバリエーション、編集東風プジョー308セダン308、HB、編集308の基本となるモデル。メインは5ドアだが、一部グレードには3ドアも、設定されている。 308SW、編集2007年のフランクフルト賞に 308SW プロローグとしてコンセプトカーが発表され、生産型は2008年3月の第78回ジュネーブモーターショーで発表されその3ヶ月後から発売開始。ハッチバックモデルの後ろ半分を伸ばしたステーションワゴンモデル。先代の307と同じ。 リア席まで広がるパノラミックガラスルーフが特徴。日本仕様は3列7人乗りが導入されているが、それ以外の地域では2列5人乗りが基本。3列目はオプション設定であり、あくまでステーションワゴンである。オーストラリア市場では SW ではなくツーリングの名称が使われている。308cc、編集2プラス2シート配置の2、ドアクルペカブリオレモデルで、 電動ハードトップを採用。開閉時間は約20秒で、速度時速1 0トル以下であれば走行中でも、開閉が可能となっている。CC 特徴としては、ヒートシーター、ヘッドレスト内蔵ネックウォーマー、外気温や太陽光の強さなどに合わせて、自動で温度や風量を調整する、カブリオレモード対応のインテリジェントエアコンディショナーなど、一部グレードでは、 ダッシュボードやドアの内張りがすべてレザーで覆われる、インテグラルレザー仕様が選べる。308セダン、編集先代307に続いて中国、東風プジョーでも5ドアハッチバックが生産されており、2011年10月には、同国先輩モデルとなる4ドアセダンを追加。フェースリフト後の308をベースとしているが大型の、フロントグリルなど細部が専用デザインとなっている。 セダンの外寸は全長4 5 5 8ト、mm、ル、全幅1 8 0 5ト、mm、ル、全高1 5 0 5トル、ホイールベース2 6 1 2ト、mm、ル。中国では他に408という新興国向け車種も生産されているが、308セダンはそれより若干小柄である。なお、SW と CC はヨーロッパから輸入して販売。 2013年5月に5ドアハッチバックの公式画像が発表。このモデルがプジョー発の08世代となる。同年9月のフランクフルトモーターショーにて正式にワールドプレミアとなった。また、先代にあった CC は廃止となった。この2代目308には PSA が新開発したモジュラープラットフォーム EMP2 を採用。車両重量を先代比で 最大 140kg 軽量化。グレードは地域によって異なるが、フランス市場では、下から、アクセス、アクティブ、ビジネス、ビジネスパック、アリュール、フィール。エンジンはガソリンが、直列3気筒1.2リットルベティ 82PS、1.2リットル E、THP110PS、1.2リットル E、THP130PS。 直列4気筒1.6リットル THP125PS1.6 リットル THP156PS1.6 リットル THP250PS270PS ディーゼルが直列4気筒1.6リットルハビ 92PS1.6 リットルイハビ 115PS1.6 リットルブルーリ 120PS 直列4気筒2.0リットルブルーディ 150PS というラインナップである。トランスミッションは5速 MT、6速 MT、6速 AT が用意される。また、先代の SW は3列シートは廃止された。2014年3月のジュネーブモーターショーでは 308SW が世界初公開された。同ショーではヨーロッパカーオブザイヤーの発表も行われ。 308が同賞を受賞した。2017年10月25日にマイナーチェンジ。フロントグリル等の外観の変更、内装の質感向上安全装備の追加が行われた。なお、パワートレインは変更なし。2018年7月18日には GT ブルーディのトランスミッションを E と8と呼ばれる8段 AT に変更し発売。同年12月17日には、 E と8を全車に拡大採用するとともに、新型1.5リットルブルーディを搭載したディーゼルモデルを発売。従来の1.6リットルディーゼルから 10PS、向上し 130PS となる。また、燃費も改善された。同時に1.2リットルガソリンエンジンも改良され、ハイガス規制ユーロ6.2に対応した。生産は、訴訟工場にて行われる。 2014年3月14日には308の累計受注台数は6万台に達したことと、訴訟工場での増産が発表された。ありがとうございます。